今日明は、中国戦国時代の伝才の人、政子、秋子、伝明とも呼ばれる。生において、紀元前335年から紀元前295年という王、仙王、王の三代の王に仕えた名称。聖王に対して、死を意図わぬ忠誠を誓った今日明は、北は燕を打ち、南は諏訪を、進むめ、西は、観古関をこうして、生のために、 幾度もの先行を立てた。ある時、旗は義と艦の領土を通って、正に攻め入った。伊王は、京明を将軍に任じこれを迎え打たせたが、両軍は、僧との境である早急で相対すると死者を交わし、一時の猶予を決めたがいの陣地を設営した。もともと東西に離れた両国の将兵は、死者のやりとりを頻繁に交わすにつれ戦の緊張感は、消えうせ 将も兵も互いに和んだ雰囲気となりついには、両軍の陣地の境すらも分からぬほどに接して、交流するまでに至った。京明はこの様子を見ると、自軍の旗を、新軍の旗に似せた形にして、将兵を伴うと、新軍の陣営に紛れていった。この様子を見た、正の石膏は首都に戻ると、京明アは、兵たちと共に新軍に入った旨を報告し、 京明が真に寝返ったと報告した。続く石膏たちも全く同じ旨を報告し、ついには石膏や家臣も京明の裏切りを罰するよう、伊王に申し出たが伊王はそれをんとして受け入れなかった。午前の家臣たちも不安を募らせる中、この後に現れた石膏は、伊王の眼全で西軍の大将と新軍の大敗を報告した。午前の者たちは驚きの後、 歓喜の声に湧き上がった。後にイオは家臣たちからのなぜ王は、京明裏切りの報告を信じなかったのかとの問いに、イオはかつて、京明の母親が父親に大恥をかかせたことが、原因で殺されて、旧社の元に埋められたことを知っており、この旅の戦で、京明を将軍に任じた際、この戦に勝ったら母の墓を、旧社の下から立派な場所に移すことを提案したが、 その際の京明の返答で、京明が自分を欺き、裏切るような人間ではないと確信していたと返答し、後日これを人づてに聞いた、京明は西王への忠説を誓ったと言われる。紀元前314年、2年前に、円王から、つばめの王位を継いでいた元最小の子これに対して、円王の子の大使大らが、将軍の死費と共に反乱を起こし、縁の国内は、 内戦状態に陥った。ここれの反撃で反乱は鎮圧され、大使大らは死費に裏切られ、一げさも戦死した。このため、ここれの圧政で荒れていた、縁の国内はさらに混乱が進み、後期と捉えた、正の戦王は、京明に命じて、縁に侵攻させた。京明率いる西軍は、縁の孔子職の支援と称し、縁の国とのあざみを陥落させ、このは逃亡し、 縁王は混乱の中で西軍に殺害され、孔子職の軍も西軍に攻撃を受け全土は正に併合されたため縁は、孔子職が整えの服属を条件に大いにつくまで一時的に滅亡することとなった。紀元前312年、義を攻めた、京明の率いる西軍と僧の連合軍だったが、義の救援要請を受けた、旗の慶文王は、大地里室と至る間に、 スワイの包囲を解かせ、義の救援に向かわせた。牧水にて退治した、義藩、真の連合軍と、正宋の連合軍であったが、牧場の戦いと呼ばれる。この戦いは激戦の末に、正の軍は敗れ、正の復讐の田声は戦死し、京明もまた敗走した。至るンは、この後、軍を北上させつばめに到達し、最軍は縁から撤退せざるを得なくなり、 この敗戦は、縁の昭王による、ツバメの国威復興と先のツバメにおける戦いの報復を、墨西の戦いにて、蔡が受ける縁因となった。紀元前301年、西、義、藩、真の四カ国が連行して、諏訪に攻め込み水佐の戦いが勃発した。この時、その指揮官を務めたのは、唐だった。西は、京明、義は、高尊喜、藩は、棒飛び。 旗は、諸長の官を派遣し、軍を、党のこもる、諏訪江の法上へ向かわせた。西、藩、義の連合軍と、党率いる孫軍は、水を挟んで退陣した。この退陣は6ヶ月に及んで戦線が降着し、西の戦王は特戦の使者として、周才を、京明のもとに使わしすぐに溶かして、戦うように促した。京明は、 戦記が熟すのを待っていたが、溶かしようにも川の深さが分からず、家来を出して川の深さを測らせようにも、祖軍が弓を打ってきて誰も川辺に近寄ることができなかった。しかし、今日秋田は、ある時一人の着こりから祖軍の配置を聞き出し、それにより祖軍の兵士が多い部分は川の深さが浅い場所、祖軍の兵士が少ない場所は川の深さが深い場所であることを見抜き、 生を選ぶと、夜が訪れるのを待って、祖軍の兵士が多い場所から攻撃を仕掛けた。半年の退陣で、祖軍はすっかり気が緩んでしまっており、連合軍の都下を許してしまい、数千人が撃ち取られた上に、党も戦死してしまった。紀元前299年、旗と蝶は名を組み、再と断交した。真の僧で、生の講子の猛将軍は生に逃避した。 紀元前298年、孟将軍の指揮下で斎と、藩、義ン、ギガ合唱して、真を攻めた。京明キラは合唱軍の将を務め官古席まで攻め行ったが、官古席を落とすには至らなかった。紀元前334年に、聖の伊王と義の慶王が助手で改名した際、慶氏とは互いの王について評論を交わしたことがあるという、ありがとうございます。